はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター第8回やっていきたいと思います。残るカオスは風のカオスのみとなりまして、ミラージュの塔から、浮遊城へ、乗り込むところになります。ここはダンジョン2つかな、連続でそれなりに広そうだな。これなんかもうそのまま上にも行けるけど、ウェアタイガー自体はなんかどっかで出てきたよね。すっげえ、こいつも毒か。レベルアップ、ヒットポイント近いかな、超上がった。ちょっと知性の違う文句と赤間同士でなんかアイテム使って、攻撃のやつ使ってダメージ見てみようか。知性22でしょ、スーパー文句知性14、まあ、8くらいの差でどれだけ出るかっていうところはあるけど、ブルードラゴン、これは戦おう。普通に135、そこそこだな。しかし素手の前にはなすすべもない。同じ敵がいいよね、そうすると。こっち行けるか、敵がいっぱいいる。まずはバイラ、ちょっと待って、魔術の杖か、いけ。まあ90、100はいかないくらい。よし、力が上がってくれてる。あれ、機械兵器動いてんじゃん。敵ではないよね。戦おう。なんか最初の方でもアイテムとして使えるやつあったかな。もう全然効果とか見てないで売りさばいたからね。いやもうとにかくちょっと上に行きたい。今は一応あいつには話していこう。私たちの仲間、西の彼方に旅に出た。ワープキューブ持ってご主人様に会いに。いやもうそれは手に入れた。一応ここでワープキューブが必要なんだよっていうことをなんとなく知らせてる。コカトリスいっぱい出てきたな。ちょっと一回プリザが使っちゃおう。で文句マジ、まあ、先にブリザカが来たらそれはそれでもうめんどくせえからな。コカトリス早えわ。やっぱりブリザカ、あれなんかいる、ブルードラゴン。もうそこら辺に出てくるからね、ブルードラゴン。おお、稲妻、結構食らう。リボン装備してるから上2人は大したことないけど、なるほど、稲妻が脅威だな。もう一回使おう。でこいつはワープキューブを使えば天空の遥か彼方浮遊城へワープできます。もうなんか後ろの方にそれっぽい装置があるけど、浮遊城ここからが本番か。だいぶ分かれてんな。でまあ、もうなんとなく使っちゃおう。ファイラ、ファイラ50とか弱すぎだな。先に赤間同士が動いてくれればいいけど、どうだろう。欲張り全員なの、超うざいんだけど。宝箱、サンドウォール、ここに砂はないぞ。大丈夫かあいつ生息していて。レイズサーベって何、レイズが使えるの、そんなわけないよね。クラウタだった。ディフェンダーと比べてどうなの。え、なんか超弱くね。これはあれかな、
まあ、フレームソードとかよりはちょっと弱いくらい、まあ、忍者とかの装備かね。げこれはめんどくさいな。いや待って、ブラックプリンがそもそも魔法じゃなきゃダメっていうあれもないからな。殴ってみよう。95。いやいやいや、魔法が通るってわけではない。まあ霊気に耐性があったのかもしれないけど、ちょっと別のやつ使おう。サンガいけ、変わんねえ。むしろレベルが下がった分ちょっと弱いんだけど。いや殴りが一番安定だな。どんなやつでもボコボコにする。ブラックプリン、フレームソードとかだったら通る。あ、そこそこ通るっぽい。あ、なるほど、ディフェンダーは何にも属性がついてないから。あれ毒になった。さっきクリティカルが出た、もしかして。いや文句だな、やっぱりアタッカー最強は文句。癒しの兜、守りの指輪、いっぱいあんな。守りの指輪、ちょっと癒しの兜を見よう。ヒール、ヒールはねさすがに回復量が少なすぎる。ヒーラーとかないのかな。ブラックナイト、もう殴る。上か、左にちょっとまた宝箱ありそうだから左を先に見ていこう。こいつが魔術の杖を使う、いいわけだな。毒針ファイラ、あーやっぱり違うな。知性は関係しているね。そうするとヒールとかも関係してんのかな。まあ赤魔同士が使って3,40だからな、回復量が。ただ火力で押し切ればもう回復の術は必要ないからね。戦闘が終わってゆっくり回復すればいい、ただそれだけ。戦闘中はひたすら攻撃。ブラックナイトなかなかやるじゃないか、思っていたより強い。あれデスナイト、さっきどっちだった。ブラックナイトとデスナイト、超強い。今レベルいくつなの。そもそもレベル40か、結構高い気がする。浮遊城って地上から見れんのかな。ストーンゴーレム、今度は硬そうだ。全然硬くない。例によってゴーレムは大して硬くない。攻撃力は高そうだけど。アースメデューサ、こいつも石にしてきそう。今となってはもう状態上本当にそれがめんどくさい。体力と攻撃、体力、ダイヤの固定。これあんまりもう見てないな。ダイヤの固定だって重いんだよね。かつ赤魔同士は装備できねえから。戦士2人入れててもなんとかなるね。スピリットナーがなんか新しいやつがどんどん出てくるな。ただ敵ではない、姿勢が上がった。宝箱あるな。ナイトメアデスナイト、ダイヤシール、リボン、ここもリボンか。装備したいけどね、結構下がるよね。もうもはや裸以外ではいられない。キメラ、いろんな敵が出てくるな。瞬殺だけど
殴りが安定。ちょっと奥張り1000超えたんだけど、多分今最強ダメージだよね。ミスリル今さらちょっと使ってなかった。あれ、これこっち見たっけ。見てないよね。ストーンゴーレム、でもまあ赤魔同士の万能性はやっぱりこう器用ビンを見てあるしっていう感じではない。赤魔同士になる、赤魔術師はなんか若干微妙感はあったけど、よし、振り坂で行こう。80か、そうだよ、あとは殴って、何、もう一回振り坂使っちゃおう。まあまあまあ悪くはない。こう、だって宝箱の前に逃げるのビビるわい。これさ、あそこで出てきたよね。もはやザコモンスターとして成り下がったか。弱っ、こんな弱かったっけ。100台で死ぬじゃん。金使うところあんの、あり余ってるよね。52万とか。FF1 ってそんなに金貯まるゲームだったっけ。まあ、文句が2人、いや文句2人って言ってもな、戦士をもう1人入れたとしても別に金不足にはならないからね。なんか落っこってる装備で結構調達できるから、最初の方はね買う必要があるけど。あ、なんだこれ、はっ、アダマンタイト、こんなとこにあんの。これ最悪見逃しちゃうよね。でこれでもうエクスカリバーでしょ、ちゃんと覚えてる。まあ、アダマンタイトからのエクスカリバーはグッ、これは全員なの、キャビッツェデスナイト本気を出してきた。ちょっと2回ずつ使おう。フレアはやっぱ強いね。黒魔術師、んー、どうしよう、ちょっと待って、戦士は、戦士っていうかナイトはファイラー使おう。でグリザカ、あとは殴る。いけ、80、え、強くね、グリザカと変わらない。え、こっち炎が効くのか。じゃあファイが唱えよう。ファイが唱えれば一掃できるかもしれない。黒のローブ、ローブとかなんか珍しい。白のローブ、ローブ系だな。いや一応見てみよう。じゃ装備できない。赤は、あ、装備できねえ、装備できない。あとは効果、インビア、なんでブリザラナ、時空を防ぎやすくなるロボ。時空って何、この時から時空の概念あんの。時魔法、時魔同士、 FF5 とか早くやりたいな。ファイラー、じゃあファイガーでいこう。これでダメージが上がってれば弱点確実。あー全然違えわ、炎か。よし、じゃあまた上に行こう。あれ、また機械がいる。真ん中になんかあんな。いいや、早く唱えよう。60、全然ダメだ。サンダー使ってるな。さすがにここでファイが使うのはもったいない。もったいないっていうか攻撃より弱いからね。この展望窓から世界の大地が見渡せます。見れんの。4つの力が霧のように1つの場所に流れ込んでいる。こここそがカオスの神殿。あ、
中心地にあるんだ。なるほどね、そういう風に作られてるのか。流れ込んでるけどまだ風の力が多分微妙だから。扉入ったから他いっぱいある。真ん中から行こう。守りのマント、服いらねえ。このさ、服とかを用意する意味がわからん。守りのマントってどれだよ。しかもどこだ、腕じゃないよね。ちょっとわかんないから見よう。盾か、服の上から着るマント。へえ。ダイヤなんて弱いの。あ、待て、赤魔導士いけるじゃないか。回避率1下がるけど防御力の上がり方がいいからちょっとこっちにしよう。なるほどね、これはなんか赤魔導士専用っぽいよね。黒魔導士とかが装備できるとは思えない。じゃあちょっとこっち下。もう毒食らっちゃったよ。レベルアップナンバー4。テント、テントとかあんまり使う機会がないからな正直。下はもうあれかな。あれなんだこれ、ティアマット解析中、依然弱点見当たらず。いや、え、ちょっと待って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 、こいつらガーディアン硬い。いいね、めっちゃ上がる。ティアマット弱点見当たらず、弱点がなければ物理で殴ればいい、それだけだ。あったよ。もうファイラとかね大したことないよ。サンダーとかダクです。無駄なことをする。暗闇持ち越さないからいいよな、大して意味ないし。あれ、こっからさらに上に上がるところがある。下を見ておくべきだったか、さっきのところ。宝箱いっぱいあんな。このゲーム宝箱だらけだな。サスケの刀、これはもう忍者でしょ絶対。小型の忍者無理だよ。いや無理無理無理、絶対無理。なるほど、忍者用の武器がここにありましたと。お、マントになってる、凝ってるね。てかさ、文句ばっかり、毒になんな。これはなんだ、防御力とかに依存してんのか。食らう食らわないが。ま、1周目が終わったら次の FF2 をやりつつ、まあ、せっかくだから他のジョブもちょっと試していきたいというのは試していきたい。あと使ってないのがシーフと白魔術師と黒魔術師なんで、まあ、そうすると、まあ、一般的なパーティーになるけど、戦士、シーフ、白黒でやっていくっていうのもありだね。まあ、基本的にどういうジョブなのかっていうのを見ながらなんで。守りの指輪そんなに細かくはやらないけど、要所要所だけ。FF2 はどう進めていくかだよね。ゲッ、ヴァンパイアロード、ブリザラ、キッククラフ、サイレス、超無駄なんだけど下2人とか。クラウマ法は食らうね。ヴァンパイアロードは明らかに知性が高そうだし、見た感じ。ソルジャーとガーディアンってセットで出てくるな。若干の硬さはあるけど、ご利用せないほどではない。あれ、なんかいっぱいある。床が
浮遊城時代は自体はもともと天空人のものだったけど、ティアマットに乗っ取られたっていう感じかな。え、全部ダメじゃん。役立たずだな。すげえ役立たない。ダークファイター、新しいやつがいっぱいいる。マジでここはデスナイトのフレアが今のところ一番脅威だったな。てかリッチとかもフレア使ってきた気がするんだよね、あの2戦目。スローしすぎだろ。意外にこのゲームスロー脅威だからね。やっぱり魔法食らうなあ。リボンがないからか、だからいろいろ食らっちゃうのかな。いやそうだな、上2人全然だもんな。1ビットまで下がるからね、そんなにスローっていう。もう上行っちゃおう。お、すげえっぽい。まあ、とりあえずこういう時はね。え、ケアルだ。アホかお前。結局一撃で死ぬんだぞ。何これ。エアエレメンタル。永遠に続くとか。うわあ、っぽいな。いや、これノーヒント？どこだ？しかもモンスターの先制攻撃だ。サイレス。デフォルトで全員なんだね。ナイトもさ、魔法使えるようになって一回も使ってないんだよね。覚えさせたけど一応。3人上がった。いいね、上がりがいい。いや、これ上か。じゃあここでいいのか。なんか適当にやったらいけたけど。5回ここが一番ぽい。もうさすがにボスでしょう、この形は。ブラックプリン A5 が。仲間同士弱点をつければ一掃できるね。通常時だとちょっと火力不足が否めないけど、ここにあるのか。じゃあレインだってハイポーションで回復して一応マックスにしよう。大丈夫だね、エーテルはいいや、使わなくて。でセーブはしておく、さすがに。でいきます。リッチ、マリリス、クラーケン、3つのカオスを倒し、よく風のカオスのとこまでたどり着いた。そんな状況でよく強気でいられんな。お前が最後の一人だぞ。その瞳に焼き付けて死ぬがよい。ティアマット、セーバー使おう。初手セーバーで、ストライはナンバー2、殴る殴る100。2ターンくらいで肩をつけられそうだ、これ。ヘイストはやっておく。で、ナンバー3はもう強化する必要ない。だったら、ちょっと殴ってた方がいいかもしれない。炎。おっと、さすがにこれはきついね。ヒールはいいや。ご利用そう。51、35、これで決まりだ。スーパーフォンクマジで強え。そして4つ目のクリスタル解放。
風の力が湧き出ると。帰れんのがいいの。ダテレポとか結局さ、一回しか出番なかったんだけど。じゃあ、ドワーフのところへ行って、エクスカリバーを作ってもらいに行きましょう。いきなり見せびらかすのか。これはアダマンタイト。最高の剣を作ってやろう。お、かっこいい。普通に完成した。こいつは今まで手掛けた中でも最高の出来。さあ持っていくかよい。エクスカリバー。じゃあディフェンダーから、ゲー超強え、一気に強くなんだこれ。46から61で、一応 FF1 はね、正宗があって、正宗の方が強かったような気がする。で、意味ないかもしんないけど、ちょっと預言者ルカーンだっけ、あいつのとこに行こう、話を聞きに行く。全くもって今のところ活躍ゼロだからな。最後くらいなんか言ってくれ。クレッセントレイク、さあどうだ。我が名はルカン。ちょ、マジかよ。何の話も変わってねえんだけど。4つの力を取り戻した今こそカオスの神殿に行き、闇の力の源を叩くのだ。こいつが一番教えてくれんじゃねえかよ。というわけで、まあ、カオスの神殿へ行きます。というわけでカオス神殿の前に着きましたので、今回はここで終了したいと思います。次回カオス神殿からもう多分最後まで、やっちゃうと思いますので、次回が最終回になると思います。というわけで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。